こんにちは、競馬ブック調教班立東販路担当の羽生です。今週は日曜日小倉11レース、北九州記念を推奨したいと思います。このレース今年は15頭立てなんですが、そのうち13頭が、自分が担当している立東販路での追い切りということで、まあ、あの腕の見せどころなんですけども、その中でも本命はマイネル・エテルネル。この前デビューから小倉でデビューして、2連勝で小倉2歳ステークスを制して、まあ、その後ちょっと低迷するんですが、まあ、それが全部、1400より長い距離で、1000に限れば、4戦3勝で敗れた1回も、出遅れながら0秒2差と、この距離なら非常に堅実です。でその一時期成績の悪い頃に比べても、調教の動きもね、今の方が全然いいですし、今週もね、朝一とはいえ、51秒3でラスト1アロンが12秒1と非常にいい動きを見せています。まあ、前走通過順は19-5と来てるんですが、数字の印象ほど離されずについていけてたんで、まあ他の有力馬より比較的前で立ち回れるのも強みだと思っています。まずこれが本命で、対抗がハノハノ。この馬はですね、今週の追い切りでちょうどマイネル・エテルネルの前を走っていたんですが、まあ、ちょっと点を抑え気味にしたこともあるんですが、最後はね、マイネル・エテルネルをこうスーッと引き離していく感じで、ラスト1アロンが11秒9と非常にいい動きを見せてました。でこの馬も前で立ち回れ強みがありますし、前走もね、そのマイネル・エテルネルと僅差ということで、そんなに差はないんじゃないかなと思います。で3番手が忍者です。今週の攻め馬でこれが一番動きが目立ってたなと思うんですが、一番特筆すべきものが、まあ、サンハロンの36秒6っていうのを馬なりでマークしていると、まあ、もちろん一番時計ですし、馬なりでそれをマークしているというのが大きいですよね。で、まあ、内枠に入れば本命にしてもよかったんですが、ちょっと外枠に入ってしまったんでね、その分3番手にしたんですが、まあ、格上挑戦でも、まあ、元々能力の高さを見せていた馬なんで、まあ、気性が成長してためが効くようになった今なら、格上挑戦でもやれるんじゃないかなと思います。あとは、決め手上位のサドンストーム、杉のエンデバー、それから、今週の攻め馬動いた共和マグナムに印を打ちました。で買い目なんですが、まず印上位3頭を軸とした3連単で、フォーメーションで335のフォーメーションで、それから本命のマイネル・エテルネルの単勝を買いたいと思います。以上です。